皆さん、こんにちは、コスケでーす。あのさ、ちょっと今日はね、教える動画じゃなくて、教えてもらいたい動画なんだけど、このさ、奇妙なペンダントってやつ、そのデザインはあまりにも独創的すぎて、身につけるには勇気が必要。防御力、魔法防御力が無効になる。危険。これさ、つける意味あるん？これ何？これのさ、主な使い道を教えてほしい。これ奇妙なペンダントってマジで何に使うん？これ。なんで、これ自分の防御力と魔法防御力が無効になるってことでしょ。これ本当にさ、使い道がわからんのよね。これ何のために存在しとるんだろう。縛りプレイヤー用なんかなって俺一時期考えたんだけど、あれ相手の防御力も、その、ゼロになるとかならさ、また使い道わかるじゃん。何？自分のだけだよね、これ多分装備しとる人だけでしょ。本当にこれ何の意味があるんか、教えてほしいわけよ。だから、ぜひね、ちょっとわかる人、ぜひとも、ぜがひでも教えてほしいです。まあね、多分ね、この中には、いやもうなんか、使い待ち道にペン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 ってやるんだよっていう人わかると思うんだけど、ちょっとマジで、あのね、俺わからんこれ。どこ調べてもなんか情報出てこんしね。ちょっとこれめちゃめちゃ、俺今、めっちゃいいの見つけた。攻撃力、力と魔力の強い方が優先される。魔剣士。これさ、これってあれ？攻撃力が1万だったとして、魔法攻撃力が1000しかなかったら、魔法攻撃力も1万に上がるってことこれ。攻撃力、力と魔力の強い方が優先される。魔剣士たちの必需品。ちょっとこれで今度面白い動画撮ってみようかな。なんか、アクセサリーって結構さ、ね、面白いものあるよね。なにこれ？イヤリングタイプ。ああ、これはあれか、抵抗か。まあ、じゃあ、とりあえずね、ちょっとぜひこの奇妙なペンダントの使い道を、ぜひ教えてください。お願いします。